いきなり天才覚醒しましたけれども、現在ですね、強化祭りということで、各ねシナリオ初回限り天才が確定しているということで、作スペの方をやっていきたいと思います。基本的に天才の覚醒は早い段階で覚醒するんですけれども、こういうようにね、いきなり初回で覚醒する可能性もありますと。で、各高校について、やっていこうかなと思うんですけれども、なんていうんですかね、汗丸ついてますね。最大値、もうめちゃくちゃ強い選手を作り出すっていうよりは、各高校の特性に合わせて、こういう選手が使いやすいよというのを、ちょっとやっていければと思っております。で、パワコに関しましては、イベント経験点が底上げされてますので、ちょっとね、イベント経験点重視で来ております。まずは、PSR プラゴの大悟くんですね。で、あとはるかちゃんもデートの経験点が高いので、連れてきてます。あとなぎさちゃんも経験点キャラなので基本は連れてきてます。で、ただパワコって基本的にサッカー練習をしないといけないので、あんまりねその練習キャラが少ないと結局サッカー練習ができなくなっちゃうというのがありますので、まず佐伯さん連れてきてるのと、あと今回キャッチャーを作ろうかなと思ってますので、ちょっと球界の頭脳用に星空星光くん連れてきてます。あと強化パワコということで、強化パワコのキャラを入れるとサッカー練習、一緒に練習した時なんですけれども経験点が上がったりするので、ルカティンを連れてきてます。で、ルカティンに関しましては保守の時にはね、鉄の壁を取れますので、一応今回のコンセプトは、まずキャッチャーを作りつつパワチャレ用の選手にもしたいので独身術をつけて、で、あとやっぱり上限突破最低でも1つ欲しいなというのがありますので佐伯さん連れて、あとは経験点の高いキャラを連れてきているというような形になってます。で、まずは普通に最初の練習をしていくんですけれども、で、最初の練習をした後のポジション選びですね、サッカーをやるためのポジションなんですけれども、基本的にはね、ここは足りなくなる経験点、必要となる経験点で、選んでいければいいと思います。で、今回キャッチャーなのでやっぱり技術精神なんですけれども、筋力が多分全く稼げないので筋力もちょっと稼いでおきたい。で、技術に関してはやっぱり星空星光くんとかがいますので、いけるんじゃないかなと思っておりますので、フォワードの筋力精神でいきたいと思います。ここ何のポジションになれば何の経験点が稼ぎやすいかっていうのは、把握しておいてください。一応ちょろっと言いますと、フォワードが筋力精神、ミッドフィルダーが、敏捷技術、ディフェンダーが、筋力敏捷で、ゴールキーパーが技術精神ということになってます。2人いる。本当はね、まずはキャッチャー丸が欲しいっていう練習、監督強化2回来てるから大丈夫そうだな、ある程度ほっといても。で、あとそうそう、前後のねイベント関係もこれなくなりますので、前イベとか後イベとか気にせず、使えるところがいいですね。で、はるかちゃんはやっぱり集中して追っていきたい。で、評価見ればわかると思うんですけれども、お守りを持ってきてないですというか、その天才確定会なんで、かつ今ってそのアイテム次元ボックスで大丈夫のメスと大丈夫のお守りを配布してるじゃないですか。なのでその2つを、持ってきてます。大悟くん、これすげえな、自己紹介で精神65もくれるんだ。成功手形とメスですね、これを持ち込んでます。で、これ毎回持ち込もうかなと思ってるんですけれども、この大丈夫がなんかね、パワーアップが結構微妙じゃないですか。3とかになるとさ、なんかだったら回復アイテムとか持ってきて経験点ドバッと稼げる練習をした方がいいんじゃないかと思ったりもするんですけど、大悟くんにするかはるかちゃんにするか、ここは悩みどころ。ちょっと回復もできるんではるかちゃんの評価を上げていきましょう。まずはだから大悟くんとかの評価上げですかね。で、その中でそうか、サッカー練習もやっぱりやっときたいんで、ここは経験点が美味しいんで大悟くんもいるしやろう。で星空星光くんね、覚醒できるんで、まあ余裕がある人はぜひ覚醒していただければと思います。でブカティンの運命に抗う人が黒魔術を使っていきます。いいね、まあ、経験点上がってるってすごいな。あー、ここちょっとどうしようかな。タオルでも回復したい。でルカティン、これ魔物はどっちだっけ、見えないよ。かく乱の方だったらちょっと広角打法取りたかったけど上だったね。あー、また大悟くんいるのか。サッカー練習が全く発動してないな。まあ、コツもあるし、ちょっとこれも大悟くんでいきましょう。うまく大悟くんが人がいるところに絡んできてくれんね。でこれいいや、一番上技術を取っていくか。さてはるかちゃん、だね。ちょっとサッカー練習が大して発動してないのが今のところ気になる。でこれも名場面集でいいでしょう。やる気がなければ、まあ、下にしてもいいと思うけど、はるかちゃんもいるのでちょっとここは強い。やっぱり佐伯さんと星空星光くん重なると強い。佐伯さんもね、まあ、そもそも技術ボーナスとか精神ボーナスを持ってるんで、あと練習効果アップ、俺は 10% だけれどもやっぱ重なると強い。私たち司令塔が欲しいんだよね。はるかちゃんはとりあえず乗った。で 14% だからここは1回寝ておきましょう。寝れん、最近よく寝れないな。あ、来た。とりあえずはるかちゃんは OK で、ここでちょっと体力も回復してくれるので、はるかちゃんは意識していかないと、そのデートで評価が上がんないこともあるんで、普通にやっていくと乗らないことがあります。評価がマックスに。であと大丈夫が出るかもしれないんで、能力は上げられるだけ上げておきたいけど、そのパワーは30でいいや。かといってね、潰さなきゃいけないコツもあるんで、そっちにも振らないといけない。で例によってサッカー練習で確かコツが手に入ったはずなんで、たまにいらないものは取っておきましょう。まあ、いつものやつです。安いやつ。あとは盗塁アシスト。千丸ついてるだけで全然違うよね。ルカティン、大悟くん、どうする。10月2週か。ルカティンってそもそもコツ何があんの。すっげえ久々に使ったからもう把握してない。意外性、ささやき戦術、ラッキーボーイ、あ、だけか。絶対欲しいなっていうのがないんで、ちょっと大悟にします。ここは強化上げを優先していきます。これルカティン、あ、これちょっと洞察力期待を。経験点重視じゃない、間違えた。スケジュールの方が経験点入ったんだ。ちょっとしくじってんな。げ、ひどくない？あれひどいよね。で今ははるかちゃん乗ってるんで大悟くんでいきます。あと追加経験点をゲットするためにもはるかちゃんの評価も上げていきたいというのがあります。ようやくかよ。あ、いいね。この2つ来るとマジで経験点もらえるな。でスバルは、まあ、できれば意味はないけどボッコボッコにしましょう。転校してきたことを後悔するがいい。スバルよ、お前またどっか転校した方がいいんじゃねえか、別の高校に。永遠の転校生スバル。大悟、あれ大悟って3でいいんだっけ。星空星光くんのタッグ。ちょっと大悟が誰とも絡んでないのでこっち行きます。 OKOKOK。 筋力ばっかりだな。あ、来た来た来た、絆いいと思う。根拠はないけど2回目ルカティンの2回目ですね。窮地、この窮地いいよね。ここはさすがに体力がなさすぎるんでデートしましょう。で、はるかちゃんはね、ここのデートとか許可上がんないんで、だから意識してちょっと評価を上げていかなきゃいけない。練習に絡んだ時にはなるべくやっていく。で、ルカティンが評価足りてない。はるかちゃんでも1回やりたい。さっき体力減ったから。練習レベルが上がるのはいいんだけどね。あと何の練習レベルが上がるか。これもかなり重要だから。で、コツ、佐伯さん、大悟くんとルカティン。大悟くんはそもそも経験点もらえる可能性があるんで、ちょっとやっとく。で、これでもらえるでしょ。で、大悟くん来るでしょ。でかすぎる。で、体力は割とあるんで、まあ、体力が本当に減ってるときは一番下でいいかもしれないけど、今回は経験点を狙っていきます。でかい。ただやる気がない。少しまた上げていきましょう。こまめにね、やっぱり上げる必要はあると思います。で、これってさ、大丈夫来た時に上限もいけるのかな。それ気になる。タイミングにもよるけど、パワーは40にしておこう。騎馬とは一応勝負していく予定なんで、ちょっとできればなんか守備99とかにしておきたいな。大丈夫を見据えて。星空星光くんはマジでキャッチャーコツが欲しい。よし、最悪3はつかめた。司令塔やった。来た。おい、間違いよ。そうか、ちょっとケアしてくれるんだ。これいける？佐伯さん、ルカティンキャッチャーコツ持ってればね、かなり良かったんだけど、ちょっとやる気もないし体力もないし、デートを進めましょう。で、どうしようかな。やっぱコツでいくか。やる気が上がったからいいや。アグレッシブはるかちゃんもちょっと無難に行きます。あ、無難じゃなかった。よく間違え、ちょっと今日ダメだ。今日よく間違えるわ。すいません、なんか選択肢がちょっと寝起きなんで、起きたばっかりにちょっとサクセスやってるんで、ちょまだボケてるところがあって。まあ業者さんじゃなくて俺が直すで成功して、よかったわ、よかった。臨床ポイントちょっと足りてないね。まあ、いないからね。まあ、経験点に走りますか。クリスマス前なんで。で、ここは間違いない。ここは相手が油断している。意外性を取って意外性潰しちゃいましょう。体力回復はちょっともったいないんだけどね。次のクリスマスで回復するんで。おお、もらえるね。で、コツか。まあここはそうだね、ルカティンでいきますか。ちょっとその前に忘れないうちにキャッチャーなんかできれば5にしたいんだよな、やっぱり。でも1000丸ついてるから3でもいいのか。星空星光くんのコツが来たら考えよう。で、ルカティンは意外性取ってあるんで、まあ、経験点、精神、打球伸び、ストレッチ。謎だよね、このストレッチ。で、初詣。本当はここではるかちゃんの評価が高いと中吉 OK。 お、追加くんね。大悟くんもお正月経験点くれます。大悟さんか。はるかちゃんもダメだなーって。やっぱサッカー練習は重要なんで絡めたいよね。なかなか難しいね。で、守備力をちょっと上げていきます。これは一応3が最低なの、その大丈夫博士って。100、101、102、一応それにしていこうというわけで、一応99で止めます。99でしょ。100、101、102、100、101、102だから99で止める。なんかアホだな俺。よし、じゃあやっていきましょう。ルカティンと監督評価いきますか。何も起きないで、メンタル大悟とはるかちゃんがまあなかなか絡んでくれないね。メンタル練習が2人いるんで体力は余裕が出そうなんで、ちょっとデートと絆ね、この勧めをやっていかないといけないんで詰まっちゃう可能性があるんで。で佐伯さん、佐伯さんでやるか。まあ経験点でも今のところはいいかな。意外に筋力足りそうだな。これ下精神ポイントもらえるんで、でコツを見つつ佐伯さんオンリーか。ちょっと絆でもやるか。いやデートしとこう。やっぱはるかちゃんの評価少ないね。もう 1,2 回練習しとかないとまずいな。こっちがくんねえし読まない。また手紙かよおい小筆とかマジあいつ終わってんな。何なんだゴミカスだな。嫌がらせしかしてこない。でエールタック筋力、めっちゃ筋力くれんな。ありがとうございます。ちょっとはるかちゃん評価少ねえわ。でじゃあミートでも上げてきます。まあ、上限突破しないんで S を目指していきます。ミートは技術意外に足りてねえな。でまたこれかルカティン。ここはちょっと技術が欲しい。あ、いいねいいね、ありがたい。来た、教えない。パワヒが取れないよねこの編成だと。パワー B か。よしとりあえずいったフライではなかった。いやいや、とりあえず合格ラインに乗れば、ここはもう合格ラインに乗ればいい。なんだかんだ言って大丈夫だったな。で騎馬に関してはね、ジャイロボールの特能を持ってるんで、一応絶対じゃないんだけど爆速が来るかどうかっていうのは分かる。その前何投げたかによってモアが発動しない時があるんで、ちょっと 100% ではないんだけど、まあ、大体爆速が来るかどうかって言われたら、まあ、分かるところがいい。せめてものすごい。ちょっとこっちこれ大悟くんの経験点を狙う。52とかすごいよね。で体力がなければ寄り道に誘ってもいいんだけど、練習に付き合いましょう。体力はいっぱいあるんで。で合宿前はやっぱり体力多めに保っておきたいよね。じゃあ遊びに行くか。じゃあこれどれくらいもらえるの ?91 とかすげえな。あ来た、まあ、ここはじゃあパワーアップでいきましょう。お願いします。これ5とか4とかね。まあ守備3上がったねちゃんと。で、俺がいる。そうか、ここでなんか下だと回復したっけ。渚ちゃんとか存在すっかり忘れてたんだけど、守備力は上限突破してますね。なので大丈夫でもまあ普通に上がるということが分かりましたと。じゃあミートだけ S にしちゃおう。でパワーは A にしとこう。対騎馬戦ちょっと待って、足りね技術マジで足りねえ。でメンタルが来てる。あー稼げるね。精神はいけたな。どっちかっていうと技術の方が良かった。ま精神の練習にしたから結局稼げてるっていうのがあるのかもしれないけど、どうしようかな。はるかちゃんにこうルカティンがいたけど練習はしてくれなかった。大悟くん乗ってますね。こう技術よし、でかい。大悟くんの練習マジででかい。でまたエンタル、特に絡んでる人はいないので、はいルカティンはね、俺35なんで特に解放の恩恵とか全くないです。で渚ちゃんちょっとすげえ久々に使ったから、最後のイベントどの経験点を取りに行くかは調べないとわからん。あーめっちゃ来るな。メンタルメンタルめっちゃ来るね。なんか知んないけど精神余りそうだな逆に。ここはね、体力が減っちゃうんで、データを洗い流そう。洗い流そうじゃねえよ。洗い直そう。洗い流してどうすんだって。じゃあ、少しちょっと特能の方も見ていきますか。もう大丈夫博士像、博士像じゃない。大丈夫博士は来たんで、これ取れるものを取っていこう。ほかほかほか。司令塔。あ、そっか、ここ2でつかめるのか。2で掴めれば司令塔結構良くない？技術もそんなに使うわけじゃないし。で打球の美は最後なんか技術足んなくなってるから、はるかちゃんからコツもらおう。でそうすると逆境とかはじゃあ直取りしよう。逆境直取りしちゃいましょう。でパワー上げて、肩がしょぼすぎる。でやっぱり技術だね。そうすると星空星光くんお願いします。よし練習。今ちょっとなんか経験点欲しい。やべえお前は雑魚だ。今から勝負だ。デートがあと何回？あと2回残ってて、絆が2回残ってるんだ。これ爆速ったら着弾点がすげえずれるんで、でこのあとわからない。で変化球投げた後にボワーってすると爆速が確定するっていう。ボワーっとしなければあの変化球どれか。ただこいつ変化球3つ持ってるんで、まあ、一応どれにも対応できるように備えておくと。でこれだから爆速なんですよ。で爆速、あ、そうかもう終わっちゃった5球だからか。まあまた10球勝負の時に少し見ていきましょう。で一緒に読もう。さて、いやこれはでかい。3% だけど技術。星空星光君俺はかなりいいと思うんだよね。覚醒させればちゃんと。おお耐えた鉄の壁。で体力ないけどメンタルが来てるんでどうしよっか。ちょっとデートもなんとなく危うくなってきてるよね。その壁取っとこう。安っ15の3とか。ちょっとここデート進めちゃいます。はるかちゃんちなみに空デートがあるんでちょっと怖い。でここはめっちゃ回復したかな確かだよね。一発逆転大胆。監督評価がない。ちょっと待って、ちょっと監督評価気にしよう。ここを確実に打つ。7回裏で回ってきたってことは、しまった、危ねえ、これだ三鷹監督、これが俺の力だ、ぜひ評価を上げてください。監督評価15ってどれくらいなんだろうね。代打でホームラン打ってさ、うわーすげえってなって評価15上がるみたいな感じだからここは大悟いるんでやりましょう。佐伯さんのコツもあるんで、精神が溢れんな本当に。だから本当は悩んだのはデイリーにして補給上限もアップさせると、で独身術も取るっていうのがあったんですけど、ちょっと強い選手を作るんだったら絶対そっちの方がいいんだけど、ちょっとはるかちゃんを使いたかったっていうのがある、ただそれだけ。はるかちゃんはデートの経験点が高いよっていうのをちょっと見せなかった。で大悟くん PSR フラグをお借りしてて、今って相棒キャラのガチャが来てるじゃないですか。でも相棒キャラに関しては大悟くんに限らずなんですけど、まずその SR45 と、ちょっと待ってね、これ変化球なんで打つ。でもここ金徳かかってるんですいません、話一旦中断します。これ爆速だけど、爆速は本当に打てない。この変化球を狙っていく。ホームランが打てん。マジで爆速やだ。これ入ってこないよね。ちょっとホームランマジで打っとかないといけないんで。今のってさ、ボール球だったよね安打製造機になるかもしれない。でもアベレージヒッターのコツがあるから、安打製造機でもいいんじゃないか。ちょっと切り替えようかな。いや、パワチャレ用の選手を考えると絶対アーティストの方がいいの。ホームラン3本とかだっけ。なんかミートとか全然やってないから打てない。これでどう？技術足んないんだよね、もう。アンダー製造機なんだ。まあいいや。じゃあちょっとアンダー製造機、思いのほか打てなかった。思いのほか俺がカスだったんで。で、何の話してたんだっけ。なんか忘れちゃった。普通に忘れちゃった。ちょっと録画止めて、何話してたか聞き直しました。そう、相棒キャラのまあ話、これは別に相棒キャラに限らず、そのテーブル的な話にもなるんですけど、要はその今って大悟くん PSR1 枚確定で、もらえるじゃないですか。でも俺って今手持ちが大悟くんの SR プラ5が1枚あるだけなんですよ。でここで PSR の、母体を確保したとしても、もうほぼほぼ42までしか上げられないんですね。でそうなった時に、要は SR の45を使った方がいいのか、PSR の42を使った方がいいのか、これはもうちょっとテーブルによって違うんですけれども、ただ大悟くん、相棒のテーブルに関してはもう絶対 SR45 の方が強いと思います。なのでここでね PSR、母体を確保してっていうのはあるんですけれども、引くかどうかっていうのは多分俺は引かないと思います、というところで。ちなみに渚ちゃんに関しては SR45 より PSR42 の方がこれ絶対強いんですよ、というのがあるので、やっぱり PSR って解放するの難しいじゃないですか。でここで例えばその大悟くん、それなりに持ってて、PSR を取って、SR 突っ込んで絶対45以上になるよっていうのが確定してればガチャは引いていいと思います。ただ俺大悟くん母体とか全然持ってないんで、ここでPSR1 枚手に入れたところでちょっとまだその PSR を生かしきれないというところがあるので、母体確保っていう目的であれば引いていいと思いますけれども、即戦力で使いたいというのであれば、ちょっと、微妙なところになっているという状況ですね、今の手札的に。なので大悟くんは今回お借りしてますというところになります。じゃあちょっと進めていきましょう。でどうするよ。いい練習がないときはデートを進める。ではるかちゃんはまだ評価が載ってない。デートを終えて評価がどうなるかちゃんと確認をする。で成功する。はるかちゃんは独身術の成功率、このかなりつかめる成功率が高いのでかなり嬉しいと。まあ、レイビーはねちょっと不確定要素があるんで、まあ、そこが厳しいところかな。まあ、もちろんね補給上限アップっていうのを持ってるんで、ここで独身術が確定だと、独身術確定で上限アップ持ってるってもしなったらだって相当だよね、それは。あ、はるかちゃんやっぱ乗ってねえや。はるかちゃん乗ってない。でまあ相棒キャラもな絡んでるわけじゃないしな、精神いっぱいあるしな。ちょっとここは大悟くんと遊び行きます。経験点はいいよ、確かに大悟くんは。でもこれは PSR プラゴになってるからこその経験点なので、ちょっとだけ、まあ、せっかくだから、テーブルを確認していくと、要は現状ですね。現状だと、イベントボーナスって 50% なんですよ。でそこから先45までイベントボーナスが上がるテーブルがないんですね。で50になって初めてイベントボーナスが80プラス 30% されるんですよ。なので大悟くんに関してはもう本当に50になってるかなってないかでも全然違います。で、要は SR45 と PSR42 を比べたときに SR だと試合経験点ボーナス10がついて、PSR の42だと試合経験点ボーナスが 5% 下がります。でかつイベント経験点ボーナスに関してはもう別に35じゃなくて25、まあ、いわゆる35でもそうなんですけども、まあ、40とかで完成されてるんで、まあ、42と45を比べた時にはもう絶対45を使った方がいいということになります。まあ、そんな話で、なぎさちゃんはちょっと違うんですよね、その SR のテーブルと PSR のテーブルが。で要は42になった段階で試合経験点ボーナス15がついて、でね SR の45って確かイベントボーナス80じゃなかったと思います。なので、なぎさちゃんについては確か42で良かったと思う。違ったらごめん。そんな予感があった。俺突っ込んじゃったんでなぎさちゃんの SR 持ってたかどうか分かんない。でここは大悟くんがいて、星空星光くんがいるんでメンタルをやっておきます。サッカー練習が発生するかもしれないのと大悟くんの経験点奪ってっていうこと。ちょっと今回喋ることがいっぱいあるな。でルカティのコツがあるけど星空星光くんでコツ経験点自体はね、まあ、40いくつ手に入るんでちょっとコツでいきますか。スカウトさん評価も上げておこう。で監督の評価は練習してばとりあえず乗る。で7月中に、まあ、絆とかをやっておけば大丈夫でしょう。そっとしておく。あれ、あとイベント的に完走してないのって言ったり、今回招き猫持ってきてないんでね。第5本に星空星光くんからちょっと待って上げていこう。ちょっと基礎能力を上げて、総力はちょっと無理だな。総力今回捨てるか。肩に振りたい。精神ガチで余ってんな。チャンス直取りするか。安打製造機広角打法取っときゃよかった。コツ1でも初級を取っておきますか。まあこんだけさばけてればとりあえずいいでしょう。で118ですとあと2回練習すればいいから、監督いるけどちょっとこっち問題ない。120あれば試合には出してもらえるんで。あ、そこどうしよう。ちょっと一回調べます。ちょっと敏捷狙いでいきますか。全然足りてないんで金魚すくい。いやダメだった。もうちょい優勝する。よし、OK、153。あれ成功したのなんかよくわかんねえや。まあ、経験点はめっちゃもらえる。ここでで佐伯さんも終わり。手加減はしない。女性だろうと手加減はしない。それが俺だ。で精神さばくためにチャンスを取ってアンダー製造機を取っちゃっていいよね。他満塁男は最後これ作れる。さよなら男は取っちゃうくらい。打球の美はコツ最後にくれるんで、それをもらいに行く。で窮地は取っちゃっていいよね。で上り上司、そう今回ルカティにね最後ヒートアップを渚ちゃんがくれるかもしれないんで、結果によってはくれないから一応その解骨としても窮地が取れるんで今日連れてきましたという次第です。一発逆転しておくか、せっかく取ったんだから。でかく乱取ったのはマジで失敗だったね。ここ広角打法が本当は良かった。でこれを見て守備ルカティン、まあやっておきましょう。でコツカット強化はまあ乗ってるんで大丈夫です。はるかちゃんタリンやべえ、怖いんではるかちゃんやっときます。マジか。だからはるかちゃんは本当に評価気にしないといけない。ここで9上がってくれればさすがに大丈夫でしょう。でメンタルが来てはいるんだけどどうしようかな。大悟があと1回か、まあ、あと1回だったら大丈夫でしょうさすがに。キャッチャー、まあ、試合は本当にサクッといきます。よし OK、 なんとかホームランも打てたし。付き合う技術をくれ。で本当になんもないね。ここは本当になんもないけど、ちょっとはるかちゃんの評価一応見ておこう、その他関係者。あ大丈夫大丈夫、とりあえず大丈夫。なぎさちゃんとか評価低く、評価とか関係ないからね、別にいいんだけど。で大悟くんはじゃあこの時に終わらせておきます。 OK ミラクルボイス、あぶね。まあここで監督評価下がっても1回出ちゃえば大丈夫だよね。だってもう試合やってるし、そんなに下がることはないでしょ監督評価が。でミラクルボイス取りましょう。ミラクルボイスって俺取ったことないんだけど、まあコブのあれだよね、上位骨だから、まあ、コブがそこそこ。ミラクルボイス自体は安いね。1でこれだったら全然いいと思います。ドロー解骨なしで、まあ、いける特能ではあるね。佐伯さんコツを狙いに行くか、ちょっと安定して経験点を狙いに行くか、まあ、コツでいいね。多分サッカー練習はもう全然足りてないと思う。牙ここ結構鬼門だよね。ちょっとこれはやってこう。で一番最初サクスペ出た時って、まあ、パワフル高校しか選べないじゃないですか。それでここ波動ってかなり大変だよね。ワンアウトランナー一塁という場面で水木投げました。これ狙う、いったっしょ。スバルが意外に炎上するからね。爆速ほら6回の裏パークの攻撃に入ります。この爆速絶対持ってきたい。今日4打点を挙げよし OK、 重い、やっぱり重い。うおい6点取られてる。キバまだ投げてんのかお前、しまった。危ねえ、本当に危ない。ここただ試合経験点ボーナスは結構ある。試合経験点ボーナス持ってるのって誰？まず渚ちゃんがいるんだけど、いるほかルカティとかってどういうテーブルなの？あんまり気にしたことはないけど、技術ボーナスがこういうでついてんだね。ああ45で試合経験点ボーナスか、まあ、40にする意味は大してないな。大悟はこの相棒テーブル、あそっか相棒テーブルは45でつくのかあります。星空星光くんはないです。で佐伯さんは試合経験点ボーナスが固有でついてます。渚ちゃん、あ、そう、今思ったけど渚ちゃんの45って試合経験点ボーナス15だったと思うんですよ。でそれが、PSR だと42で試合経験点ボーナス15になって45だとイベントボーナス80だから SR45 って試合経験点ボーナス15のイベントボーナスが70とかになるのかな。だったら42にしちゃった方が良くないっていうのが確か俺の結論だったはずで、ここはもう大悟くんも乗ってるしこっち狙いでいきましょう。盗塁もうだから敏捷系ちょっと無理なんだって。メンタル回復しよう。これでもう完全に甲子園は練習できるね。まんべんなく上がるやつって敏捷が手に入らないんでちょっと敏捷厳しいよね。で技術精神はあるから肩じゃせっかくだから S にしておきますか。盗塁できれば技術精神を使う怪我しに来た男やつ。あ、パワヒコってねえや。直取りするか。パワヒコ角ちょっと直取りしよう。そうすると筋力足りなくなってきたけどまあしゃあない。チャンスメーカーもエピローグ経験点がね2人もらえるから野手はね、もう本当に試合経験点ボーナスでかいんで、できれば試合経験点ボーナス持ちで固めたいっていう。コツありか。経験点でかいな。敏捷を稼げるっていうのはいいよね。やろう。爆弾を抱えてしまった。いや、甲子園で爆弾を抱えたとしても、甲子園は乗り切る。その後プロになれるかどうかは知らん。甲子園が全てだ。筋力は100か。どうしようかな。ここ冷静はもらえるでしょう。衝撃いいね。技術精神、とにかく技術精神をさばきたいっていう、ただそれだけ。一応かく乱取っておくか、せっかくだし。競争心、これもいいね。で結局また筋力がなくなると、まあ、上げたいものはでも上げたからね。パワーも S まで持ってったし。そうか、よく考えたら俺キャッチャーだったね。この球界の頭脳をもってしてでも点を取られるからな。スバルはさようなら。敏捷だ、やった。敏捷欲しかった。 1% 大丈夫でしょう。さて虹谷か、こいつも久々だな戦うの。で総力 B に持ってって大丈夫だよね。一応 B には持っていける。あと盗塁走塁もせっかくだから取っちゃう、まあ、B あればとりあえずいいでしょ。あ、送球ね。送球欲しかったな。丸だけ取っとこう。であとは広角打法がまあ欲しいけど、そこは筋力と相談。満塁をとこ最後に取るから守備職人は欲しいね。ちょっと取っておこう。技術大量に使うし。でよくわかんないのがキャッチャーに高速チャージが必要なのかどうか。バント処理、キャッチャーどうやってバント処理するのよくわかんない。野球全然わかんないから長寿ラースも取っとこう。でラッキーボーイ結局取れなかったね。それなりに敏捷も使うのか。でも筋力全然使わないから取っとこう。よし、これいいや。筋力がすっからかんになった。さてここからどれだけ経験点が、筋力ね特に伸びるか。130手に入れたってことは広角打法はもう取れる。経験点はゲットした。2位か、まあいいや。でここはちょっとボールにします。なんか守備職人のコツでもよかったかな。いやボールでよかったな。大悟くんありがとう。そして渚ちゃん、君もそうだ。エピローグくれるんだ。ちょっと今回渚ちゃんのことマジで忘れてたな。あ、そうそうそう、佐伯さんもねくれるということで最後にまたかなり伸ばせる。経験点的には1万3、タワコで1万3000出たのか、かなり高えな。やっぱりこれもイベント経験点のなせる技ですね。技術精神が溢れんぞ、これ、本当に。意外に敏捷も溜まってるな。ただちょっと特能を振っていきたい。今回あくまでも、これパワチャル用選手で全然使える。少なくとも2軍には絶対入る。上限がね、守備力しかないんで、どうかなと思うけど、その実能力的な話をすると、かなり強いと思うんで、ヒートアップ、まあ、安いよね、1で。ヒートアップだけだったら、あ、そっか、今回あれか、千丸なんだ、だからだ。で、冷静も取るでしょ。とりあえずコツがあるやつは、じゃあ潰しておきますか。まあ、二重丸はちょっとね、いらない。敏捷 A にしとこう。というか、敏捷の見た目 S にする。ミートとか100にする。じゃあ、余ってっから100にする。で、対左もまあ、じゃあ真ん中取っておくか。あと、やっぱり精神だね。精神がっつり使うやつはもうないからな。対エースはもうそれなりに筋力を使う。追い打ちは安いけど、気分屋もマジで絶対いらない。連打か。連打ちょっと取っとこう。で、リベンジもまあ取る。ささやき破り。ささやき戦術って今つけてる人たちいるのかな。あ、ラッキーセブン結構良くない？はい。打開。打開はやっぱ敏捷系だよね。接戦は筋力系。一層ももちろん敏捷系。サイン察知。敏捷系か。守備移動、保守は意味ない。ツーダ。ツーダいいよね。相手投手のスタミナを削るっていう、結構精神使うんで、まあ、筋力も使うけど、ここはやっとこう。で、そろそろまあ敏捷もさばいていっていいのかな。じゃあ3位察知を取りますか。これ筋力使わないんでちょっと取ります。じゃあちょっと補給上げとくか。はい、補給も100で肩、敏捷が90ないからちょっと持ってきない。そもそも筋力も足んねえや。それを考えると早急20丸にしたいんだけどな。で、一応左なんだよね、左バッター。最後めちゃくちゃ悩んでんな。技術精神タイエース取るか。高速射地一応取っとこう。わかんないけど、これでも取れないんじゃないか。気分屋を抜かして、よし、じゃあ上げられるやつだけ。肩ちょいちょい。精神余ったな。まあいいかという感じですね。で、じゃあこの人は一応使っていく前提で名前を付けます。というわけでこんな感じですね。まあ、欲を言えば、本当の欲を言えばレイリーを入れて補給も102にしたかったというのはありますけれども、9階の頭脳をついて、鉄の壁がついて、独身術ついて、司令塔ついて、ミラクルボイスがついてると、で能力も悪くないという感じで、これはもう完全パワチャレ用選手 で基本はちょっとパワチャレ用選手を作りつつ、その天才界をやっていきたいとは思ってますので、本当にもうてっぺんを目指すっていうわけではなく、こういう選手が使いやすいよっていうのを紹介していければと思いますので、まだ1週間ありますので、ちょっとこの休みのところでちょっと動画頑張りますんで、またよろしければ見に来ていただければと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。